皆さんは悟りってご存知ですか？人の心を読む妖怪のことです。でも妖怪ではなく人がそんな力を持っていたとしたらどうなるんでしょうね。お茶はよ帰って芋食ってへこいて寝よう。それにしてもここのおかみぶっさいくやな。何か言ったかい？なんでわかったんやろな。あなたの次のセリフは、わかったからどうなってんだよこのクソアマという。わかったからどうなってんだよこのクソアマ。もし皆さんがこんな力があったとしたならどうなるんでしょうか。人の心は妄想や猜疑心でいっぱいになるのでしょうか。それとも心から分かり合える素敵な世の中になるでしょうか。大変ですね。いつまで続くんでしょう。時間もないのに。本当ですね。あと何人？ではまた来週。さようなら。また来週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 。